98マルチキャンビーへようこそ。今からキャンビーの世界を紹介するよ。これ98ランチって言うんだ。キャンビーはこの98ランチで操作するんだよ。98ランチはマウスを使って簡単に操作できるんだ。これがそのマウス。持ち方はこうだよ。マウスの動きに合わせてマウスカーソルが動くのわかるかな？ワープロやゲームを使うときはこのマウスカーソルをアイコンの上に重ねてマウスの左ボタンを押すんだ。この操作はクリックって言うんだよ。それ。じゃあこのモグラ叩きをクリックしてみるね。それ。うらー、ゲームが始まったでしょう。こんな風に使いたいものの上でクリックするんだ。キャンビーはテレビを見ることだってできるんだ。テレビを見るにはこの98テレビアイコンをクリックすればいいんだよ。普通のテレビと同じなんだ。テレビは画面いっぱいの大きさにもなるよ。画面を取り込んで利用することもできるんだ。すごいでしょう。今の操作は全部リモコンからもできるんだ。98マルチはCD やデジタルブックのプレイヤーとしても使えるんだ。例えばオーディオ CD を入れるとね、ほらこんな風に自動的にプレイヤーが出てくるんだ。あとは再生ボタンをクリックするだけだよ。もちろんリモコンでも操作できるんだ。みんなも CD やデジタルブックを入れて楽しんでね。ファックスモデム内蔵のキャンビーはファックスを使うこともできるんだ。こうしてパーティーの案内状をワークスで作ってそのままファックスで送れるんだよ。それから今話題のパソコン通信もできちゃうんだ。日本最大のパソコンネットワーク PC 版にアクセス。マウスで操作できるから初めてパソコン通信する人でも大丈夫。
リーにはスケジュールを書き込めるカレンダもあるんだよ。操作がわからないときは僕のアイコンをクリックしてね。僕が説明するよ。そうそう、箱の中に入っていた登録はがきを書いて忘れずにポストに入れてね。キャンビーの詳しい機能は9821ユーザーズガイドを読んでね。便利な情報がいっぱい載ってるよ。絶対に読んでね。この NEC サービス網一覧表も大切に取っておいてね。もっと続きがあるんだけど、それは付属の CD-ROM に入っているんだ。これが終わったらキャンビーの正面にあるこのボタンを押してね。トレーの上にシステムインストール CD-ROM を載せて、もう一度ボタンを押すと続きが始まるよ。絶対に忘れないでね。それじゃ、またね。おはようございます。今日は1月1日です。